はい、皆さんこんにちは、ちでございます。団地図も違う、大航海時代2ですね。同じダーだからちょっと言ってしまいましたけど、さあ団地図号できちゃいました。もう私止めらんなかった、自分を団地図って名前にするのね。でこっからお酒おごりたいんですが、ちょっと金けちりましょうか。5人ぐらいで、はい、ありがとう。ところであんた、あ、チュニス出てきたね。鉄鉱石有名だぜと。エルネストと39人も集まったか。30人でいいです、とりあえずは。うん、でちょっと待って、あ、メルカトール号に10人いたのか。あ、そうかそうか、20人でよかったんだ。まあでもいいや。で、あの船はドックに入れていきますんで、ここはリスボンでしたっけ。いや、セビリアだ。売れるもんがないから、とりあえずちょっとちまちま行かないといけないね。ということはリスボンで岩塩が基本かな。あ、はい、ドックに、保管。え、団地妻子、あ、そうか、乗り換えてないからか。いや、これじゃなくて、これかな。船長変更。団地妻子に、私。で、メルカロトール号は、あ、そうだそうだ、15名、7名、8名になってるから、乗組員割合。団地妻子ね。団地妻号はもう運航最優先で、よいしょ。うん。で、お、速度17出るんだ。あ、そうかそうかそうか。あ、18になった。うん。で、よいしょ。あ、で、積みに一応乗せとこうか。積みに変更。積みに編成。あ、水6積んでんだね。これを0にして、0。次、団地妻号に、水6。で、食料6。で、団地妻号、仕方なかったら売るんですけど、あ、売ってもいいか。あ、メルカトル号売ろうか。あ、メルカトル号売っちゃいましょう。うん。背に腹は変えられません。まあ、多分二足三文でしょうけどね。はい、売却メルカトル号ね。はい、あ、いいです。1160か、仕方ないね。まあ、ないよりは、まあ、使うことも二度とないと思うんでね。あとはラレアル系が入れば嬉しいんですけど、ラレアル系が入るかどうかわかんないね。さあ、あ、やっとここまで来ました。補給、ここセビリアだから、まあ、6あったら十分だと思うんだけど、4足しときましょう。あ、5足しちゃった。な、5足しときましょう。で、出港してリスボンに行って、うん、岩塩をちょっとしばらくイギリスと、うん、イギリス行って、測量の技能を持った船長が必要です。ああ、じゃあね、ちょっと待ってね、人事だね。この間もちょっと時間進んじゃうんですよね。ああ、進み上がると。はい、人事変更。副長、ロイドさんね。あ、主計長とかも、あればいいね。あと、うん。後で考えよう。はい、もう4になっちゃった。最低。あー、リスボン向かおう。11あったのがもう4になっちゃったよ。あ、30人乗ってるからか。前10人だったもんね。それ考えないといけないんだ。今まで通りのことで考えてました。しまったね。
まあ間に合ったけど。さあ、じゃあ岩塩買っちゃいましょうか。はい、購入しましょう。岩塩45、ちょっと高いですけど。はい、いくらなら、44枚で、これでイギリス行きましょう。積載量めちゃくちゃ詰めるんですけど、今マックスで59しか詰めませんから、50にしときましょうか。あれ買う金がなくなるんでね。あ、しばらく寄れないな、教会とか寄付ね。これがまず食料が何本詰めるか、20詰めましょうか。待てよ、あ、11日だからまだまたがないね。で20詰めましょう。はい、出港。持ちません。どんぐらいしか持たないんだろうね。もうジョアンさんの頃の感覚忘れちゃってんね。さあ、ロンドン向かいましょう。岩塩鉄鉱石でちょっと稼いで、で今度は絨毯銅鉱石で行くような感じでしょうかね。でも今までの商いよりははるかに大きくなるんでね、商いがね。はい、あと航海士主計、そうだね、主計会計できる人が欲しいね。でも今そんなこと言ってるゆとりがないね。はい、売却ね。団地詰まって出るいいなぁ。はい、あー、なんとかお金は確保できました。購入も考えて購入しないといけませんね。あー、鉄鉱石ちょっと高いけど、あ、羊毛が安いか。羊毛は20ぐらいの利幅取れますね。鉄鉱石は何本取れるだろう。鉄鉱石30ぐらい取れると思うんですけど、あー、でも今はそんな高いお金がないんだ。こっちで行きましょうか。金貨51枚で勘弁してくださいな。羊毛ボルドで売ってみようか。51。何本ほど積みますか。マックスで66なので、50積みましょうか。よし。で、これをボルドで売ってみようか。アムステルダムも行ってみようか。はい、食料何本積みますか。41、30積みましょう。で、こっちも30、水ね。水は無料なので。はい、出港しましょう。いやー、ちょっと細々な人生になってきましたね。でもこれでね、潤ってきだしたらもううひょーって言えると思うんで、まあまず選手像を買わないといけませんね。目標としては望遠鏡選手像ですね。ここら辺がまず目標ですね。アントワープにしましょう。アムステルダムではなくて。そこまで行っちゃうんだよね。はい、アントワープで売れないかな、羊毛がね。これ賭けですけどね、商業系に似てるからね。9時、夜の9時か。はい、宿泊ね。あー、でもやっとキャラック変えた。今週キャラック変えてよかった。今週中に変えたかったんですよ、キャラックはね。はい、売却、団地妻号。おー、ちょっとは利益出た。あー、もう十分十分。出たら十分ですよ。
はい。で、ここで買えるもんはろくになかったのかな。毛織物、あ、こんなの買っちゃダメなんだ。ああ、毛織物買っちゃダメだから。じゃあどうしよう。50何本で買って60何本で売ったんだよね。利幅薄いね。借金したらね、ああ、借金できんのか。借金できんだけどね。出航しましょう。もう一度イギリス行こっか。いや、オランダ行こう。アムステルダム行こう。アムステルダムで鉄鉱石買って。コペンハーゲン。何かいいのあんのかな。今そんな余裕ないね。はい。ちょっと欲張っちゃったね。ここでじゃあ、はい、購入ね。あ、鉄鉱石高いな。あ、高いけど、セビリアで売ろうか。145。マックスでどんぐらい？ 23。20で手を打とうか。で、セビリアまで行こうか。で、ただ、ああ、マウスが。ちょっとメルカトールさんのとこ行っていこうかな。メルカトールさんのとこまた久しぶりだから忘れちゃったね。こっちじゃないんだね。確かメルカトールさんの家の前通り過ぎてたんだよね、石っぱなね。私、ああ、あれだ、あれだ。何か言ってくれるかな。お小遣いくれる？いや、エルネスト、後悔には何高い君の効果の成果を教えてくれよと。お、チリの報告あるわ。お疲れ様でした。報酬の金貨400。おお、嬉しい。こんな時だからめちゃくちゃ助かる。今は仕方がないね、これね。さあ、じゃあ、鉄鉱石を持ってって。ちょっと無理して買っちゃったね。23あったらいけると思うんですけど、まあ10だけ足しておきましょうか。はい。水は豊富に積んでもいいのかな。そうだね。水はちょっと余計見に入れとこう。100ぐらい。積んでても全然問題ないもんね。さあ。ああ、しまった。出荷しないと。はい、出荷しましょうね。はい。最悪水あったらなんとかなるでしょう。さあ。まずは選手像だね。で、セビリアだね。リスボンはちょっと、リスボンは多分安くなっちゃってんで、鉄鉱石ね。140で買ったのはせめて180ぐらいで売りたいんでね。1個の利幅40ぐらい取りたいね。でもセビリアに行っちゃうと、今度セビリアで売れるもんがないんですよね。なので、どっちが得なのかな。難しいけどね。あ、引っかかってる、引っかかってる。はい。あ、リスボ選んじゃった。セビリアに行くんだけどね。で、リスボンにまた戻って、岩塩かな。あまりにお金使いすぎちゃったね。多分1万ぐらいいかないと落ち着かないんだろうね。いや、1万でも落ち着かないかもわかんないね。
荷物が積めるだけに。この荷物満タンにしようと思うとすんごいお金かかるもんね。うん、でもそう考えたらやっぱり、うん、後々楽できそうだね。うん、はい、セビリア着きました。まあ3000、これでこの商いで3000切ったら私赤字なんでね赤字になっちゃうでね、そこだけ気をつけないと元本終わっちゃうからね。はい、159、あーやりすぎちゃったかな。おお、ほんと利益出てんのかっていうところだねこれ。いや、やばいね、やっぱ岩塩で岩塩ボルド基本に戻ろうか。基本に戻って岩塩ワイン鉄鉱石、岩塩、うん、にしようか。羊毛でもいいけどね。そうだね、岩塩ワイン羊毛で回しましょうか今本当カツカツだわこれ商いが小さすぎてはい、でスピードちょっと遅いからね以前に比べて。さあ、はい、売却ね。あ、そうかそうか、購入か、購入ね。岩塩ちょっと値上がってるもんね。岩塩がまずまずと言ってますけども、で、45枚で勘弁してください。はい、でマックス積んじゃうとね枯渇しちゃうんで78積めるので、あー70積んじゃいましょうか。で、でまあ、一応ねやっときましょうこれ。はい、あどきましょう。貯金なんかそれだけの金貨はありませんぜそっか、預けることすらできないのかいいじゃない300でも預けたらね、銀行はそれで嬉しいと思うんだけど、手数料取られないしね。はい、補給して、10だけ補給しましょうか。はい、出航しましょう。でボルドーで落としていきましょう。でワインを買ってそのまんまイギリスね、この三角貿易にしましょう。あ、さ、セウタ港だ、セタじゃないわ、セウタ港だ。うん、確か地中海の入り口のね、うん、セビリアの下にあったとこなんで。ああ、もうめちゃくちゃいい時間になってるわ。じゃあね、この辺で終わっときましょうかね。私ほんとね、これで絶対なおにしとくべきだったねでもね、私こういうの我慢できないよね。もう欲しい、もうそれ買っちゃうんだよね。ほんとこれはリアルでもそれに近いもんがあるね。うん、あ、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。どうもありがとうございました。